陳誠は、中華民国の政治家、軍人、国民革命軍陸軍一級上昇。日中戦争と、国境内戦における政府、軍、党の首脳部の一人で、古総南系、湯温白系と並ぶ、中央軍三大派閥の一つ、土木系を形成した。国境内戦後に、台湾に移ってからは中華民国行政委任長、副総統を歴任した。 小解析政権で土地改革計画立案を支援し、その業績は死後も評価されている。字は、をさむ。元秀才で、教師、陳のぞみ分の長男。幼少期より病弱であり、畑仕事を手伝うことで、多少体力が向上したものの、成人後もたびたび病気に悩まされ続けた。1918年。 母方のおじの紹介で、公衆体育専門学校に入学するも一年で、卒業。その後公衆に泊まり進路に悩んでいたところ、父の友人で軍人の森支援が、北洋政府議員当選の折に、公衆を訪れる。彼と対談した陳は軍人を志すようになり、保定陸軍軍官学校を受験。一体体格検査で落とされたが、 森支援の後継で陸軍部軍学士市長となった義根元が主使官を務めたため彼の計らいで1919 19年補定軍校第8期砲兵科入学。入学にあたり南園の第9四砲兵団で9ヶ月の基礎訓練を受けた。また同期の羅拓栄、周至る獣と義兄弟のちぎりを結ぶ。そんな中、1920年7月に安直戦争が 勃発し軍校は休校。そのまびろ州に赴き、新立越軍第一市、第三団にて勤務。またこの時、中国国民党に加入している。まもなく復学し、1922年6月卒業。昇工条件学具に駐屯する石工軍、第二市、第六団、第三連にて、見習い士官をしていたが、翌年春、同期で、 越軍に渡り、第一子、第三弾第三 A の連長をしていた、となる勘定上の誘いで再び越軍に赴く。陳は、第三弾の副官となり、階級も、中尉となった。当時の市長は、東高、団長は、東円達であった。間もなく上安氏、そして連長となり、大元水府の警備に当たる。5月。 陳広市への桂軍討伐を命じられ、はじめ敬一にて、桂軍、第二司令下の兵茂初率いる、第四、旅と交戦胸に重傷を負う。この戦いで、越軍は、兵茂初を降伏、基準させたが、第三弾は、大きな損害を負い、学友、となる間も戦死した。陳は、 はじめ系郊外の山水の野戦病院にて療養し、当時大本営参謀長として、異門に訪れた、紹介席と対面している。1924年に、紹介席を校長とする候補軍艦学校に来校、教育副官となる。なお、参加者は、革命精神の現れとして一階級、降格することになっており、人生は、将校から上々になった。 10月14日、公衆商談団長、陳連博の反乱陳圧に参加。その後、1925年1月15日に、陳慶明区逐のため第一次統制命令が、下ると、候補軍校の教官及び生徒は、共同団として参加することになり、2月1日に、総動員令が下ると次々と戦場に、赴いていった。陳生は、 砲兵第一へと軍港学生総体と共に2月3日午前8時、候補軍港を出発、候補港より、福安に乗船し、トンガ岸ンへと向かった。14日、淡水での戦闘に参加。3月までに第一次統制は完了した。しかし5月、要望便、流進艦が反乱を起こし、甲州を占領。介は、越軍と同団を、 甲州奪還に進めた。6月12日午前0時、関東公団や民衆による自警団も加わり甲州総攻撃を敢行。竜と陽は香港に遁走し、同日のうちに甲州を奪還した。しかし、兵士たちは連日の戦闘で疲弊しきっていた。その隙を突き、公謀春率いる慶州の天軍第三軍は密かに、 反撃に転じようとしていた。白雲山にいた陳はこれを察知しすぐに応戦。越軍と共同団は14日までに、第三軍を公州から駆逐した。天軍、桂軍の残党駆逐に燃える小介石は、第二次統制の実行を決意。7月、国民政府が設立され、また越軍と共同団が合併し、国民革命軍が成立した。10月には、 天軍第三軍の拠点であった、慶州城への攻撃命令が下される。鎮西は、敵機関銃陣地に徹底して、砲撃を加え、大きく貢献した。統制において卓越した式ぶりを発揮した鎮西は、1926年5月以降、教職や参謀職として、前線を離れる。しかし7月には、越軍に来た、当初の上官だった、予備第一支士長。 現立3の推薦で現場に戻り、同霊下第3補充団団長となる。12月の北伐開始を控え、予備第1市は第21市に改編、12月には、家中の戦線に投入された。内属、連根軍との戦闘で引き続き現立3の敗下として、昇進を重ね、翌年4月に第21市長となる。国民革命軍では、 異例の大隊長から市長にわずか1年半で昇進した。しかし、5月下旬に病で倒れ、上海宝高市委員で療養を強いられる。自家レ連軍が上州に迫っていると聞くや病を押して、式に向かうが、3ヶ月の攻防の末敗退。勢いを増した自家レ連軍は87万の軍勢を引き連れ、8月中旬には南京に迫りつつあった。 人生はなおも病に苦しむ中再び指揮を取り、26日、聖火炭山にて敵の包囲網を突破。30日、不通業、第21市は、横領山奪還を開始し、数時間後には859高地及び854高地を掌握、午後3時までに、横領山全域を制圧した。十一日、自家路連軍は、神話側に追いやられ、 多数の歴史者を出して敗退した。その後、蘇州にて、部隊の立て直しに取り組む。現立さんが、軍政庁長長となったことを機に現場を離れ、軍政庁での仕事に就く。北伐完了後、第十七軍から、縮小再編された第十一市の副市長を経て市長。後十八軍軍長に昇進。土木系の土木とは、この、十一と、 18を組み合わせたものである。中原大戦での功績から1931年初、皇軍総統を命じられた陳世は、皇軍の主力部隊との戦闘で、大きな損害をこむりながらも、第5回作戦で皇軍を撃破、調整の原因となった。皇軍への包囲戦は、西安事件まで継続された。12月の南京陥落後、国民政府は武漢に逃れた。 1938年、陳は、武漢英受葬指令に任せられる。また、第二次国境合作により新設された政治部部長となる。政治部には、が正し間、安沢ら乱医者系、超励むせえら CC 団系といった、国民党右派、聞きかけら、第三党、朱恩来、各松クラ共産党など様々な勢力が集められていた。 特に第三朝では、小の、殿官、氷の、朝、が緑なぎさなど左派芸術家が多く所属しており、彼らの強みであった、大衆動員制を利用してのプロパガンダ戦略を展開した。また、第一朝、第二朝は三民主義青年団や朝鮮義勇隊の設立などにも関わり、武漢周辺での非正規戦を展開した。6月武漢戦式のため鎮は、 湖北省に移動した。鎮西による反撃も行われたが、同年10月25日に日本軍により占領された。その後、鎮西は調査海戦夏目よ、海戦及び学西海戦の指揮をとっている。1943年にはビルマ地区への中国遠征軍指揮官に任命されたが、病気を理由に英立港と交代された。日中戦争後、鎮西は、 参謀本部参謀総長として、紹介席に従い国境内戦の軍事行動を指揮、共産党軍の設定した解放区への攻撃に着手した。1947年には、中国国民党軍を指揮するために満州に移動したが、共産党軍の前に150万以上の兵力を喪失するなどの敗戦を重ね、1949年に解任されている。 彼の生み出した派閥はしばしば国境内戦中の人事に混乱をきたした。例えば1948年、第12兵団の新設にあたり、司令官に十8軍軍長の小玉木が推薦されたが、鎮政と対立する白、高敷はそれに難色を示していた。紹介席は仕方なく参謀次長の林内を、上海で療養中の鎮のもとに派遣し、 彼の意見を聞いた。チンは、孔忠氏を推薦した。すると、今度は同じく、陳政と対立する、何王金が、将軍の少なさを理由に反対。唯一参謀総長の古宿堂が賛成したことで、ようやく、孔忠氏が内定した。アメリカのケネディ・ジョンソン政府大統領と1949年、日本より接収した台湾へ、軍政志向のため、 紹介席は陳政を台湾省政府主席に任命した。陳政は人民史上民政第一を宣言。同年6月の貨幣改正、交渉業の腐食、土地改革などを実施した。国民党政府が仙台した後は国民党副総裁、中華民国副総統、及び行政委員長などの要職を歴任し、土地開拓。 経済改革及び台湾再建に関する政策を実施した。1965年に監修用のため死亡。遺体は、神聖記念館のある台北記念公園に収められた。あと、1995年8月高尾県の仏、高山に移された。義形帝の羅拓英周至る獣と南寧にて、白、高敷、李宗仁と1918年に中学校の、 同級生、五子の妹のご春蓮と結婚、公衆体育専門学校の学費を支えるなど、当初の夫婦仲は悪くなかった。しかし軍務で疎遠となり離婚した。後1932年元旦に丹野部の娘の丹殺と再婚した。長男の陳利スも政治家となった。一族は代々農家であった。ありがとうございます。